スペインの300年の歴史を持つ教会で天使像の修復が大失敗に終わり、文化遺産保護団体が大激怒する騒動が起きています。バロック様式の教会でいくつもの天使像が飾られていますが、その大規模修繕がライセンスを持っていない業者によって行われた結果、全身が粗雑に白く塗り直され、真っ赤な唇と太い眉毛、シンプルな顔立ちとなってしまったとのこと。修復工事の推進者は問題が解決するまで教会を閉鎖すると発表する事態になりました。スペインといえば2012年にキリストのフレスコ画の修復が大失敗し、逆に観光地化したケースも。スペイン事情通は、修復家は食べていける仕事ではなく、高齢化が進みスペインからいなくなりつつあると語っています。さあ、これに関してはやはり健太さん下手くそすぎねえ。いや、だから修復家って本当大事な仕事なんですけど、やっぱりね、その評価されてないし、なんかその数もね、やっぱ少ないですよね、表現者に対してはね。だからやっぱりそのどんどん朽ちていっている教会って多分スペインにたくさんあるわけじゃないですか。それに対してやっぱりその修復家の数っていうのが全然足りてないっていうのと、まあ、あとはその行政がそれに対してコストをかけるって意識が薄いっていうのは、まあ、多分日本も一緒なんですよね。だから地方行政でなんかその美術館の収蔵品をどっかの駐車場に置きっぱなしにしちゃうなんていう話もあったりするじゃないですか。だから逆に言うと、その古いものっていうのにはなんか高い値段がつく理由っていうのがあるんですよっていうのも、まあ皆さん覚えておいてほしいっていう。こうやってその修復という名で破壊されちゃってるわけじゃないですか。で、破壊されてしまうと元には戻らないわけですよ。で、本当の修復家の方々っていうのは、いや、可愛いけどね。可愛いけどね。可愛いの？頭髪の毛は。これでもね、こう修復する方はこう何かこう面白くみたいな目線を一切ないから。我々も気持ちが和むわけですよね、見ていて。ただ修復って基本的にその表現者じゃないので、表現者ダメなんですよ、あくまでもその当時使われた材質とか技法とか、その表現された意図とかっていうものを汲み取った上で、それをどこまで忠実に再現するかっていうことをしなければいけないので、このフレスコ画に関してもそもそも修正油絵でやってるらしくて、フレスコ画と油絵ってそもそも全然違うものなので、ちゃんとフレスコ画ならフレスコで直さなきゃいけないわけですよ。別なものとして何か人気が出たそうですね、これは。これはね、だからハッピーエンドになってますけど、そうやって、まあ、その修復という名のもとに破壊されていってしまっているその美術品ってたくさんあるので。スペインだけじゃないですか。スペインだけじゃないです。全然他の技術の継承というか、職人を育成してないっていうのを、スペイン以外の国もそういうこと。だからやっぱりそのクリエイターっていうのになりたい人っていうのはたくさんいますけど、だから誰かが作ったものに対して誠実に向き合って元に戻してあげるっていうその意識を持ってる人間ってあんまりいないじゃないですか。で、それがどのくらい重要なのかっていうことをちゃんとその教育としてやらないと難しいんですけど、まあ、じゃあそれができるかって言ったら難しいですから、まあ、今あるものっていうのを皆さんちゃんと大切にしましょうね。はい、この番組終わったらこのセットどうするんですかね。解体ですね。ね、はい、解体。ニュースをお届けしました。ではメッセージ You got mail、はい、今ハルカオルね、もらいます、はい、ジャスティン・ヒーハーさん、はい、自分も抗議料にびっくりしましたよ。バラダンが終わることに抗議料を払ってでも抗議したいです。300円、うん、500円まで出しましょう。 AI の導入もお願い。もうちょっと出して。279001さん、うちの隣に住んでるおじさんは元商社マンなんですね。おじさんはいつも株だけはやらない方がいいと口が酸っぱくなるぐらい言っています。ベルさん、クリコさん、今日も素敵なお衣装、黒のドレスお似合いですね。イヤリングはパリオリンピック1なんでエフェル塔。そう、エフェル塔なんです。あ、本当だ、すごい。よく見えましたね、これが。これはエッフェル塔です。何年なんだ。はい、はい、ということでございます。日替わりミニタオル差し上げます。あ、はい、まだまだ続きます。